外装甲車はイギリス軍の使用した装甲車である。第二次世界大戦中に限られた数が生産された。この車両はフランスの戦いの間、いくつかの作戦に参加した。1938年、ガイモータースはガイクワッド装甲車の試作系を5両生産した。これはクワッドアント法牽引車を元に用いている。 この車両は走行試験を成功裏に終わらせ、1939年から1940年にかけて101両の外走行車が生産された。当初の名称は外装輪系戦車である。本社はイギリス製の走行車としては初のすべて溶接で製造された車体を持つ。また車体はなだらかに傾斜した走行で構成された。 車体中央部の上に砲塔を搭載し、砲塔には2丁のビッカース機関銃、または、ベサ機関銃が装備された。エンジンには後部に搭載された。本車はまた、ナンバーワン級無線装置を装備した。外装甲車の車体は、後にハンバー装甲車の車体設計の基礎となった。6両がフランスに送られ、イギリス海外派遣軍に配備された。 4両がイギリス王室のこの駅動部隊に使用され、2両が閣僚たちに用いられた。残余の車両はイギリスに駐留するベルギー軍、デンマーク軍、オランダ軍の部隊に配置された。1943年には、これらの車両はより現代的な車両に置き換えられた。外装甲車マークは A。1941年5月7日、 南部の部隊が進行に対する迎撃作戦を訓練中。超重心の1 5トル別先間砲に注目。ウィキメディアコモンズには外装甲車に関するメディアがあります。ありがとうございます。